グッドフレーズとのコラボで話題沸騰。もう15秒では足りない。情報型の現代に一国を投じるサントリービアボール60秒 CM の全貌。ナンバーアンダーライン愛が見せる新たな広告体験とは ?5 月9日、人気アイドルグループナンバーアンダーライン愛がサントリービアボールの広告等に就任するというニュースが駆け巡った瞬間。 ファンの間には歓喜の渦が巻き起こりました。SNS 上は祝福と期待のメッセージで溢れ返り、新たな CM を待ち望む声は日に日に増幅していきました。それもそのわず、彼らが出演する CM はなんと60秒という大ボリューム。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが織りなすハーモニー、キレのあるダンス、そして個性豊かなキャラクターは、多くのファンを魅了してきました。 彼らの魅力が最大限に発揮されるであろう60秒 CM はファンにとってまさに夢のようなプレゼント。普段見ることができないメンバーの一面や CM のために作られた特別な演出は期待感を一層高め公開前から大きな話題となっていました。従来のアイドル CM といえば15秒や30秒が主流であり60秒という長尺は まさに異例中の異例と言えるでしょう。このニュースはアイドルの広告等としての新たな可能性を示唆すると同時に、ファンにとっては彼らの魅力を余すことなく堪能できる貴重な機会を意味していました。しかし、この60秒 CM には単にファンを楽しませる以上の意味が込められています。それは現代社会における情報過多という問題に対する、 サントリーの挑戦的な解決策なのです。現代人は日々溢れかえる情報にさらされ、商品やサービスの魅力を十分に理解する前に、次の情報へと流されてしまう傾向があります。短い CM では、商品の魅力を十分に伝えきれない、消費者の心に響かないというジレンマを抱えていたのです。そこでサントリーは、従来の短い CM 枠に収割れず、 60秒という時間をかけてじっくりと商品とナンバーアンダーライン愛の魅力を伝える戦略を選びました。時間をかけて商品の魅力を伝えることで消費者の心に深く刻み込もうという意図が込められているのです。60秒という長尺 CM はナンバーアンダーライン愛にとっても大きなチャンスとなりました。それは彼らの表現の幅を広げ、 新たな一面を披露する絶好の機会となったのです。短い CM では伝えきれない彼らの個性や才能を余すことなく表現することでファンだけでなくまだ彼らの魅力を知らない人々にもその輝きを届けることができるのです。そしてこの CM は TBS テレビグッドフレーズとのコラボレーションという点でも注目を集めています。 番組中に放送されることで、ナンバーアンダーライン愛のファン以外の人々にもリーチすることが可能となり、商品の認知度向上にも大きく貢献すると期待されています。番組との親和性を考慮した CM の内容は、視聴者の興味関心を引き付け、番組と CM、そしてナンバーアンダーライン愛、サントリー、それぞれの魅力が相乗効果を生み出すことが期待されています。 さらに、ナンバーアンダーラインアイは公式 SNS で CM 放送日時を告知し、ファンとの絆を深めることにも成功しています。絶対見ます。録画予約しました。といったファンの熱狂的な反応は、彼らとファンとの強固なつながりを証明しています。60秒 CM は、単なる広告ではなく、ファンとのコミュニケーションツールとしての役割も果たしているのです。 今回のサントリービアボールの60秒 CM は従来の広告戦略の常識を覆す画期的な試みと言えるでしょう。アイドルの魅力を最大限に引き出し、ファンとの絆を深めることで商品イメージの向上、そして売上増加につながる可能性を秘めています。そしてこの試みは今後の広告戦略に大きな影響を与えることになるかもしれません。 時間をかけて商品の魅力を伝え、視聴者の心をつかむという戦略は、他の企業にも波及し、広告業界全体に新たな潮流を生み出す可能性を秘めているのです。私たち消費者は、日々進化する広告戦略の中で、企業から発信されるメッセージを受け取っています。それは時に私たちの心を動かし、購買意欲を高め、 新たな商品との出会いを提供してくれることもあります。しかし、情報の洪水に流され、本当に大切なメッセージを見逃してしまうこともあるのではないでしょうか。今回のサントリーの挑戦は、単に商品を売るためだけでなく、消費者にじっくりと考え、選択する時間を与えるという、新たな広告の形を示唆しているのかもしれません。さて、 あなたはナンバーアンダーラインアイの60秒 CM をどのように受け止めるでしょうか従来の短い CM と比べてどのような印象を持ちましたかそしてこれからの広告戦略はどのように変化していくと予想しますか私たち消費者は企業から発信されるメッセージにどのように向き合っていくべきなのでしょうか多くの問いを投げかけるサントリーの60秒 CM。 それは、これからの広告のあり方、そして私たちと企業の関係性に一国を投じる大きな転換点となるかもしれません。このサントリーの試みは、広告という枠組みを超え、現代社会におけるコミュニケーションのあり方そのものにも影響を与える可能性を秘めています。私たちは日々、膨大な量の情報を消費し、発信しています。しかし、 その中で本当に大切なメッセージ、心を揺さぶる言葉はどれほどあるのでしょうか短い言葉で瞬時に注意を引きつけ、消費を促す情報が溢れる現代において、60秒という時間をかけてじっくりと語りかけるサントリーの CM は、ある種のアンチテーゼと言えるかもしれません。それは、私たちに、立ち止まって考えることの大切さを思い出させてくれるかのようです。 情報型の現代社会において、私たちはともすれば情報を消費することに慣れてしまいがちです。しかし、本来コミュニケーションとは、一方的に情報を消費するのではなく、発信者と受信者が互いに理解を深め、共感し合うことで成立するものです。サントリーの60秒 CM は、広告という手段を通して、発信者と受信者の間に、 対話を生み出そうという試みと言えるでしょう。もちろん、60秒 CM が全ての広告の正解となるわけではありません。商品の特性やターゲット層、そして時代背景によって、最適な広告手法は変化していくでしょう。しかし、サントリーの挑戦は広告の可能性を大きく広げ、私たちに新たな視点を与えてくれたことは間違いありません。 今後、サントリーの試みに追随する企業が現れるのか、それとも全く異なる手法で消費者の心をつかむ広告が登場するのか、これからの広告業界の動向に注目が集まります。そして、私たち消費者もまた広告とどのように向き合っていくのか、自身の価値観と照らし合わせながら主体的に選択していく必要があると言えるでしょう。 ナンバーアンダーライン愛の笑顔とサントリーの挑戦が織りなす60秒。それは単なる CM ではなく私たちに多くの問いを投げかける社会へのメッセージなのかもしれません。